ハインリヒ6世は中世西欧のローマ皇帝。並びに、ローマ王、イタリア王、シチリア王。エンシタウヘン長。第二代皇帝、第三代ローマ王、初代シチリア王。ローマ皇帝フリードリヒ1世と二番目の比、ベアトリクスの子。ローマ皇帝としては、ハインリヒ5世であるが、皇帝でない東フランク王、ハインリヒ1世から数えて、 六世とするのが一般的である。1165年に内名編でフリードリヒ一世とベアトリクスの自死として生まれる。1169年6月4歳のハインリヒはバンベルクでローマ王に退官された。1184年5月20日の聖霊降臨節の日にマインツで開かれた帝国集会でシュバーベンコーフリードリヒと共に騎士に除された。 この集会の参加者には、贈り物が与えられ、同時に、騎士たちのトーナメントが開かれる、花々しいものだった。1184年10月、ハイン・リヒとシチリア王女、コンスタンツェの結婚が成立する。過去には、1173年頃に、フリードリヒ一世の娘ベアトリーチェとシチリア王、グリエルモ二世の婚姻が提案され、ハイン・リヒとコンスタンツェの演談は1180年。 頃から進められていた。1186年1月にハインリヒは、自分よりも10歳年上へのコンスタンツェと結婚、かつて反皇帝派都市の筆頭格だった、ミラノのサンタンブロージョ教会で挙式した。この婚姻によって、教皇領を挟む南北の二大国が同盟を結ぶことになり、ローマ教会にとって危機的な状況となる。1189年6月10日に、 フリードリヒが第3回十字軍の途上で没するとハインリヒは父の後を継ぎ同年11月18日にグリエルモニセ世が没する。1184年のコイン時の取り決めではグリエルモニセ世没後に王国の統治権はコンスタンツェとハインリヒに継承されることになっていた。しかしコンスタンツェの縁組を推進したパレルモ大司教グアルティエイロが グリエルも2世に続いて没し、1189年12月に、反ローマ帝国派の提身によって、レッチェハク・タンクレーディが、シチリア王に擁立された。ハインリヒは、シチリアに向かおうとするが、ザクセンバイエルンの君主ハインリヒ思考が、亡命先のイングランドから帰国したため、ハインリヒ思考への対処に追われて、シチリアへの進軍を阻まれる。1191年1月になってようやく、 ハインリヒはイタリアに向かうことができた。1191年のナポリ包囲1191年4月、ハインリヒとコンスタンツェは、ローマで、ローマ教皇ケレスティノス3世から、ローマ皇帝、皇妃に退官される。イタリアを南化したハインリヒは、ナポリの包囲を開始するが、ハインリヒの軍は薬病にかかり、重大な被害を受ける。一方、ローマ帝国では、ハインリヒが、 再び反乱を起こしており、ハインリヒは、方位を解いて帰国せざるを得なかった。サレルノの宮廷に残されたコンスタンツェは、サレルノ市民の手引きによって、タンクレーディに引き渡され、コンスタンツェは、ケレスティヌスの仲介によって解放される。ケレスティヌスは、タンクレーディのシチリア王位を認め、また、ローマ帝国のハンシュタウフェンケジニも勢いを盛り返していた。この矢先、 ハインリヒは思わぬ幸運に巡り合う。ハンシュタウフェン陣への有力な支持者であるイングランド王リチャード一世が第3回十字軍の帰礎でオーストリア公レオポルト母世に捕らえられトリフェルス城に監禁される事件が起きる。リチャードの身柄はハインリヒのもとに引き渡され、ハインリヒは銀十五万マルクと引き換えにリチャードを釈放した。この事件によって ハンシュタウフエンジン A は有力な後ろ盾を失っただけでなく、ハインリヒは再度の南イタリア遠征に必要な軍備を調達することができた。1194年1月にハインリヒは北イタリアのコムーネと協定を結んで通行許可を得、同年4月にはハインリヒ志志向と講和する。同年2月にシチリアではタンクレーディが没し、 彼の幼少の子グリエルモ3世がシチリア王位を継承していた。ピサ、ジェノバーの協力を得て、ハインリヒは5月12日に南イタリア遠征に向かう。この遠征の途上でコンスタンツェの妊娠が発覚し、彼女は別の進路を通って移動した。ハインリヒはシチリア王位と引き換えに、グリエルモ3世をレッチェ博の地位に留めることを約束し、 1194年9月20日に、パレルモは、無血解除をした。12月25日にハインリヒは、シチリア王に即位、即位に際して数百人のシチリア貴族が処刑、投獄され、グリエルモ3世は死力を奪われた上で遊兵され、グリエルモ3世の母親は国外に追放されたまた、タンクレーディの墓が暴かれ、民衆の前で遺体がまとっていたオゴルモが脱がされた、上、 遺体の首が切断された。体幹式の翌日、コンスタンツェが家路の町で、息子、フリードリヒを出産した。結婚後9年の間、二人の間に子が生まれていなかったこと、コンスタンツェが出産当時40歳と高齢だった。ために出産に疑惑が持たれ、後年にフリードリヒは、コンスタンツェの子ではないという伝承が生まれる。ハインリヒは友人であるエスリンゲンのコンラートを、 スポレート校に女子、マルケをマークアード・ホン・アンワイラーに与えて、イタリアの支配を固める。1195年のバーリンの宮廷会議では十字軍への参加を約束し、教会との関係の改善を図った。同年6月にハインリヒは、コンスタンツェとフリードリヒをバレルモに残して、ローマ帝国に帰還し、十字軍の準備を進めるとともに、 フリードリヒへのローマ皇帝くらいの世襲を計画した。年内に開催されたボルムスの帝国会議でハインリヒはフリードリヒのローマを選挙を求めるが諸公の反対によって要求は退けられる。1196年4月に開催されたビュルツブルグの帝国議会でハインリヒはローマ王位をフランスやシチリアと同様の世襲制に変えて諸公に 国王選挙権を放棄させる代わりに諸侯にも相続権を認める世襲帝国計画を提案した。しかし、ケルン大司教、アドルフの猛反対にあって計画は失敗に終わった。1196年夏にはフリードリヒのローマ王い商人を求めて教皇庁と交渉するが交渉は頓挫する。弟のシュバーベン公フィリップとマインツ大司教の働きかけによって 1196年12月のフランクフルト帝国議会でようやくフリードリヒがローマ王に選出された。こうしてフリードリヒへの定位継承が確実になるとハインリヒは十字軍の派遣に着手した。パレルモノカテドラルに安置されたハインリヒ六世のひつフリードリヒがローマ王に選出された頃、シチリアではアルプスイ北出身である。 ドイツ人の王の支配に対する反乱が起きていた。反乱を鎮圧したハインリヒは、首謀者を熱した鉄の玉座に座らせて、釘の生えた冠を頭に打ちつける螺烈な刑に、処したが、反乱は、再度起こる。1197年9月28日にハインリヒは、反乱の鎮圧の軍備を整えている途中に、マラリアにかかって病没した。没前にハインリヒは、 妻のコンスタンツェを、幼少のフリードリヒの摂政とするように遺言する。しかし、ローマ皇帝くらいとシチリア王位だけでなく、ローマ王権とシチリア王権の関係、シチリアの国政と統治、ローマ帝国、シチリアの両方に残る反対勢力への対処といった、ハインリヒが生前に解決できなかった問題も、フリードリヒに受け継がれた。コンスタンツェは、シチリア王国のルマン朝の創始者、 ルッツェーロ二世の娘にあたる。1184年当時のシチリア王グリエルモ二世は、コンスタンツへの追い。ABCDEFG コモリア、シチリア歴史機構、160ページ、ABCD 西川、初期シュタウフェン長、ドイツ史一戦死1648年、243ページ、AB コモリア、シチリア歴史機構、158ページ、西川。 初期シュタウフェン長、ドイツ市一戦士1648年、247ページ、コモリア、シチリア歴史機構、154158ページ、西川、初期シュタウフェン長、ドイツ市一戦士1648年、247から248ページ、ABCDEFGHI 西川、初期シュタウフェン長、ドイツ市一戦士1648年、 248ページ、ABE 藤沢、物語イタリアの歴史解体から統一まで、84ページ、藤沢、物語イタリアの歴史解体から統一まで、80から81ページ、ABC 西川、初期シュタウフェン朝、ドイツ市一戦四千六百四十八年、に四4 9ページ、AB 菊口、新生ローマ帝国、103ページ、山内進む、 苦闘する神聖ローマ帝国、ドイツ史、収録、69ページ、西川は初期シタウ編長、ドイツ史一戦史1648年、249から250ページ。ありがとうございます。